ロングビーチ戦隊。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ってことで今回もモダンウォシップやっていきましょう。今回はですね、あのロングビーチ戦隊ということで、あのロングビーチ3隻でやっていきたいと思います。はい、武装こんな感じです。はい、いつも通り X51 ガン積みで、グレランタイプ726で、魚雷は核魚雷を乗せてやっていこうかなって思います。ヘリはマーリンを乗せて、あの対戦を強化して、で僕は JRNG6 シウスを乗っけています。ってことで早速ロングビーチ戦隊やっていきましょう。レッツゴー。さてと、まず1戦目、巨大渦巻きでやっていきましょう。これどうしようかな、左から詰めようかな。いつも右なんだけど、今回左から詰めていきたいと思います。でロングビーチはですね、あの耐久性が50万あるので、あの相手からするとめちゃくちゃ硬いし、あと火力も結構あるので、正面から挑むと、あのまずあのロングビーチが勝ちます。はい、さて目の前に敵がいるので、その敵と対面する前に船体の向きをちょっと後ろめにします。 OK、 ここら辺かな。でここから X51 をぶち込んでいく。いいね。さて相手は正面からあの突っ込んできたので、ミサイル撃つのちょっと遅れましたね。さてここら辺で着弾けど、ミスったあれ、けど相手攻撃してこない、なんでなんで。さて各魚雷当たっていく。で X51 突っ込んで、 X51 を突っ込むと、でこれで倒していくと。 OK。 で敵が空母やりに行ってるので、これ戻りますか。右から攻めた方が良かったかな。だってそこに湖見えたけど、これはちょっと X51 撃てなさそうだ。さて空母に狙われるとちょっと困るんですけど、自分索敵通ってないから、これ一方的に殴り放題じゃねえか。ってことで X51 をぶつけていくと。ロングビーチか、しかも距離遠いな。これ火力うまく活かせないな。グレラも当たらないし、湖にしよっか。味方誰狙ってる、それによる。ロングビーチか、 OK。 じゃあロングビーチに狙うわけだけど、これ X51 当たるか、無理そうだな。リレンに変更、 OK でこれリレンも狙いなさそう。じゃあ湖に変更、 OK これでしっかり、4発 X51 を当てていきます。はい、ってことであとは X51 とかあれ魚雷とかでいろいろ殴っていく感じですね。味方の空母守れなさそう、ごめんでこれ X51 を奥に飛ばして、そこから出てくるので X51 を誘導させて、これで当てれたらいいな。当てられるかな、当たったロングビーチに当たりましたでこっからもうあと火力でひたすら殴っていくんですけど、空母守れなさそう、ごめんってことで火力で殴っていきます。さて今度ロングビーチ出てきたけど、いい感じで2人出てくるから、これはこれでまためんどくさい。で空母やられて、今度自分にヘイトが向いたので、これちょっと右に行きましょうか。先にちょっとリレンやりたいな。あのミサイル飛んでくる、飛んできた、よし着だこ。で交互に出てくるのちょっとめんどくさいな。できれば片方先にやって、後からちょっともう片方しばきたいんだけど、それができないんですよね、交互に出てくるから。さて X51 当たるね、いいね。でこれ先ロングビーチ沈めたいな、これワンチャン自分死ぬかも。さてロングビーチ沈められた。で今度、リレンをしばきます、ほい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 。でここら辺でちょっと一回待機しようかな。さて X51 チャレンジタイム。さてこの X51 当たるかな。まず防空すり抜けます。でこっから誘導させて、ここ、うーん外れた。でリレンがなんか突っ込んできたもんで、 X51 を突っ込みます。でもう一発突っ込みます、 OK。 あー倒したかったな、お味方ナイス味方が倒してくれました。さてあとロングビーチの耐久性と火力で合流していきます。さてラストあと一人なので、ロングビーチロングビーチの挟み撃ちでしばきたいと思うんですけど、向こうの方がちょっと接敵早いな、それちょっと嫌なパターン。さてこれちょっと一人持ってかれますね、ちょっとあの息が合わなかったみたいですできれば同時にあの左と右から接敵したかったんですけど、さすがに無理そうですね。じゃあちょっとあのこの味方とちょっと一緒に挟んでいきましょうか。
あ、いいね。味方同士で挟めているからこれは普通に勝てそうだ。とりあえず X51 撃つけど、多分あれ当たる前に終わりそうだな、これ。あ、終わりましたね。はい、ありがとうございます。まず一戦目はこんな感じですね。190万ダメージってことで、もう一試合やっていきましょう。さてと、2試合目2人の侍でやっていきましょう。で、ロングビーチは耐久性とあと火力がね高いんですけど、実はね実は言うと固定防空もやばくてね、固定防空の射程がね 5.2 キロあるので、航空機パンパン落とされるんですよね。で、あとこんな感じで対空砲持ってるので爆撃機も瞬殺です。なんでダメージ当たんの。完全に今のはラグでしたね。だってちょっと空母から攻撃受けているので、ちょっと対空の艦砲を使ってちょっと耐えていきます。ほいほいほい。で、これで攻撃機をやっていきます。で、今度ドローンから攻撃来ると思うんで、ちょっとドローンもちょっと落としていこうかな、積極的に。ちょっと自分耐久性ないので、ちょっとここで耐えます。ドローンやりたいな、ドローンやりたいな、早くやってくれないかな。 OK、 これでしばらく空母行動不能なので、そのうちにちょっと修理キットで回復していきましょう。で、味方が左から突っ込むようなんですけど、早速敵がいましたね。グラスどうですか。じゃあ X51 をぶち込みます。さて、またまた攻撃機が自分に攻撃しに来たので、防空と対空の艦砲でしばきますと。回復してもな、すぐに体力削られるんだよね。さて、今度爆撃機が来てますけど、爆撃機もこっちに来ますよね。ですよね。はい、対空の艦砲 OK。 今度は爆撃を防ぎました。 OK、 これで相手爆撃機なくなったので、あとは突っ込んで倒すっていう感じですかね。いやー、結構体力削られちゃったな。で、そっから敵が出てきたので攻撃していきましょう。バシスティですね。で、ちょっと待って、ベルゴロドちょっとやばい、ベルゴロドやばい。とりあえずグレランと魚雷を撃ちましょう。ただロングビーチグレラン3枠あるので対戦性能は割とあります。ただし潜水艦に対してはそこまで強くもないけど弱くもないという感じですね。さて、バシスティには X51、 グレランはベルゴロドっていう感じで、ちょっと分担して攻撃していきましょう。さて、ちょっと空母がね痛いんですよね。で、そこからグラス号が来たりとか、ちょっといろいろカオスなことになってるので、下がる、そうだよね、下がった方がいいね。はい、ってことで、後ろちょっと下がります。これちょっとやばいです。これはちょっとやばいです。相手の空母が純粋にうまいなので、ちょっとこれ一旦下がります。で、これ下がってさ、ここの敵やらない、この裏に敵がいるので、その敵ちょっとやりたいんですけど、やれるかな。耐久性大丈夫、半分ぐらいだ。後ろ了解ってことで、後ろやるそうなんで一緒に後ろやっていきます。さて、バックで突っ込んでいきますシュールすぎるで、ロングビーチの火力でそこの敵を沈めていきます。だってバチスティかな。 OK 強で、今度前ですね。前からちょっとグラス号来ているんですけど、グラス号グレランなかったので、マーリンの魚雷を投下してちょっと体力を削っておきます。さて、そこにいるんでしょ。いますね。 OK、 じゃあ投下していこうか。ベルゴロドに投下すればよかったな。さて、ベルゴロド来たので、ちょっとベルゴロドに対して攻撃するんですけど、当たらない。いい感じのところにいるね。で、グラス号突っ込んできたので X51 を当てます。いいね。防空でちょっと消されちゃったけど、さて、これベルゴロドをやりたいですね。グラス号はなんとかやれました。あとはベルゴロド、ベルゴロドやれたら OK ってことで、ベルゴロドをやりましょう。ベルゴロドやらないとこれ勝てないんでちょっとめんどくさいんですけどね。ベルゴロドはね、早めにしばいておかないと後々嫌な目に遭うので、先にしばいておきます。さて、ロングビーチのグレラン3枠でなんとかなるといいですね。これちょっと味方が邪魔しているもんで、過ぎたらグレランを投下。いいね魚雷無効化されてるんだけど、あ、ちょっと待って、これ核魚雷、これ当たったら死ぬ、これ当たったら死ぬ。うーポセイドン強いなさて、あとはちょっと味方に託そうかな。相手の空母伝説だったんですね。おお、核魚雷めっちゃ当たってる。これイザナミでしょ、核魚雷イザナミに核魚雷か、怖いなこれ
さて、あとはミサイルと核魚雷で倒すっていう感じですかね。はい、ありがとうございますっていう感じでね、今回はロングビーチ戦隊をやってみましたってことで、ジジ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやね、ロングビーチはね、本当に耐久性と火力がね、高いので、ぜひね、バトルパス完走して使ってみてください。あと6日なんですけど、まだ間に合います。まだ間に合うので、頑張ってください。あと今ちょっと動画ネタがちょっとつきつつあって、次どの動画撮ろうか迷っているので、コメント欄にやってほしいことを書いてくださいってことで、今回の動画終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますってことで、今回の動画終わります。バイバイ。